昨日午後10時過ぎ札幌南区定山系のむい山にあるむい尻小屋で屋根から火が出ていると登山者の男性から消防に通報がありました消防は安全を考慮して夜間は活動せず今朝から消火活動を始めました火は通報からおよそ16時間後の午後2時半ごろようやく消し止められました 関係者によりますと、ムイネ尻小屋は北海道大学が所有する山小屋で、およそ90年前に建てられました。小屋は木造2階建てで全焼しました。当時滞在していた登山者23人は全員避難して無事でした。